はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回は何したっけこれ多分証拠は増えてないんだよ特に。でガントさん戦って、でガントさんを追い詰めたのかな、追い詰め、あれわかんねえわ、やろうなんとかここまで繋ぐことができたなああお前のおかげだよ三剣。それにしてもさすが局長殿っすね。あ、糸の子刑事。もう刑事じゃないっす。すいません、僕のせいで。にすることないっす、自分は強く生きていくっす。あんたの事務所で。は？来んじゃねえ。え？自分が代わりになるっす、あのちょんまげのこの。まゆちゃん、これってもさ、わざわざここ行ってくるってことはさ、なんか来んじゃないの、まゆちゃんが。もしかしたら。でも今度こそもう手の打ちようがないっすよね。あの局長にバッチリ先手を打たれちまったっす。証言を消することができるなんて反則ですよ。落ち着くことだ。なるほど、思い出してみたまえ、裁判長も言っていただろう。しかし局長、証言を拒否するということはその名の危険もあるわけですが。危険か、でもどういうことだ。簡単だ、全ての証言を拒否できる。これを逆に考えれば一切発言できないってことですね。誰だお前、元気になったのかお前。赤井ちゃん、もう大丈夫なの。私、医務室で目が覚めて、さっきは傍聴席にいたんです。聞いていたのか、あの裁判。ごめんね、ひどいことを言っちゃって。いいんです、全部本当のことだから。それに不思議、私ちょっとだけ嬉しいんです。嬉しい？まあお姉ちゃんがね、変わったわけじゃないと、守るためにやっと本当のことが分かったから。お姉ちゃんはこの2年間ずーっとあの局長さんの言いなりになっていたんですね。私のために。接見時として検事局に移動してきてから、大月智恵は人が変わった。感情を知る者はそういう。おそらくその方がやりやすかったのだろう。やりやすいというのは？ガント局長の指令だ。もちろん捏造や取引、任務をこなすには冷たい仮面をかぶっていた方がいい。そういうことか。全部私のせいだったんですね。私がザイモンさんを死なせちゃったから。あんたが悪いわけじゃないっす、悪いのはその世の中っす。いいね不特定多数にしたね。監督局長も私の心まで捏造することはできない。何うまいこと言ってんの急に。私やっぱり突き飛ばしたんです。そうなんだ。さあそろそろ時間っす、最後の幕が上がるっす。なんか急にあれだね、でもなんか4対1みたいな構図になったね。なんか最後の最後でラスボス戦みたいな。じゃあ茜ちゃんはここで。私も行きます。私この目で見たいから。お姉ちゃんが本当のことを言うの。行こう。なるほど、今度こそ最後だ。来たな。いや、そこで続くのかあれ前回もこの行こうなるほどだのパーツだけだじゃないこれ。前回も続くで終わった気がすんだよな。あ、間違えた。いや、危ない。危ない危ない。日付がバレるよ。まあでもセーブしないから今日の日付はバレないんだけど。別に。それでは、被告人ほおずきともえさん、証人席をお願いします。言ってくれともえさん。ほおずきともえさん、あなたは指摘検事だ。この場で何を求められているかよくご存知だろう。水着検事、その私がこの2年間一体何をしてきたか、全てご存知なのでしょう。これからあなたに証言をしていただきます。真実を述べるように。ええ、真実をね。お姉ちゃん、私味方だからね、何があっても。
証言していただきましょう。監督局長との関係について。全てはあなたの言葉にかかっている。関東を追い詰められるのはあなたしかいない。どっちを取るかだな、妹かガンとか。あの前回の俺の予想はもういいからお姉ちゃんっていう、あかねうっていうオーラを予想してるから。ガンと局長とは長い間一緒に仕事をさせていただきましたが、脅迫の事実など全くありませんでした。2年前の捏造も私一人がやったことです。ザイモン賢治さんの死体を見つけて証拠をでっち上げてしまった。まあでもさ、ぶっちゃけでも妹を守ろうとしたらさ、そういうことになるからさ、実際そうなんじゃないの、友枝さんが捏造したんじゃないの。妹守るためにさ、犯人ね、まあ、ここでも言ってるけどさ、青影を有罪にしたかっただけ。妹は関係ありません。妹が関係あるから青影を有罪にしてしまったよね、多分。もともと罪があったやつだけどさ。本当に間違いありませんな。重罪を自供しているのです。間違うはずありませんわね。お姉ちゃん、信じたらばやはり監督局長は無関係ということです。最初からそう申し上げているはずですけれど。なるほどさん、お願い、私のせいでお姉ちゃんが。でももし彼女が本当のことを言っていたら。私分かったんです。お姉ちゃんが丁寧な言葉で話しているとき、いつも本当のことを押し隠しているんです。そうかな。あかねさん、あかねさんじゃない、ともえさん出会ってからずっと丁寧な口調だけど、本当は悲鳴を上げたいぐらい辛いのに、もともと違ったのかな。よう、あかねみたいな感じだったのかな。ポップな感じで、お姉ちゃん実はイエーみたいな、あかねイエーみたいな感じだったのかな。確かに僕が迷ってどうするんだ。まあ、とりあえず揺さぶってみようか。すごい曖昧だしね。それは何年ぐらいですか。そうですね、24歳の時上級捜査官になって以来5年ほどでしょうか。関東捜査官と宝月捜査官、素晴らしいコンビでしたな。証言台で何度もお見かけしたものです。さすが千尋さんの先輩、やり手なんだな。そっか、千尋さんの先輩なのか、よく考えたら。あんまり年齢変わらないように見えるから。ガント開示は尊敬できる捜査官でした。ですから、まあ脅迫っていうと違うんじゃないの。よく考えてください、友枝さん。正しき捜査官の殺人事件、あなたはやっていない。昨日留置所でそう言っていたはずです。なるほど、弁護士、まだまだ甘いようですね。法廷に提示できない証言などおしゃべりと同じなのです。はっ、そうだよな。まあ嘘つけるかもし、これ嘘かもしんないからね、旗から見れば。私は正しき捜査官の体にナイフを突き立てました。そしてまた妹さんを助けるためですか。青影城は連続殺人事件の犯人だったのです。あの日妹もその被害者の一人になるところだった。そんなことで彼女の人生を狂わせたくなかったのです。もう妹のためじゃん。やっぱその証言が妹のためになっちゃうじゃん。でも茜ちゃんのしたことは正当防衛です。罪にはならないはず。問題はそんなことではありません。そこに噛みついてる時点で、ほらもうお姉ちゃん出てるから、お姉ちゃんが。あの子の心に傷が残る、くだらない男のために。それが許せなかったのです。お姉ちゃん、やはりあなたは捏造。あなたが一人でやったというのですか。ええ。2年前現場で何を見たのかお聞かせ願おうか。お、止まったぞ。どうやら私は最初に現場を発見したようです。死体には検事局長の折れた剣が刺さっていました。待ってください、左衛門検事の命を奪ったのは。
まあ、それはあくまで仮説だけどな。俺にはこの映像見せてるけどさ、この映像だったかまだ明らかになってないからな。不幸な事故だったはずです。それはなるほど、弁護士、あなたの勝手な推測です。はっ、ザイモン検事の命を奪ったのは妹ではない。この主張を変えるつもりはありません、絶対に。つまりザイモン検事は青影の帰り討ちにあったと。きっとそういうことなのでしょうね。そうなるともう一つの凶器はどうなったのだろうか。青影城は飛び出しナイフを持っていたはずだが。ああ、そのナイフは少し離れたところに落ちていました。格闘の際に飛ばされたのでしょうね。違う、彼女はまだ嘘を重ねようとしている。私を殺人者にしないためなんですね。あんたは何をされていたのか。ああ、なんか追加されてんじゃん、普通に。青影以上のナイフをなぜしたよ。一体なぜそのようなことを。お前全然見えてなかったわ。みつりぎくんならわかるのではないですか。頭がよろしいのですからね。僕も頭はいいけど念のため聞いてみるか。その前振りよく言えるな。一体なぜ、まあでも弁護士だからね。一体なぜナイフを刺したりしたんですか。そんな顔をしなくてもお分かりなのでは。ナイフを再興したその理由を、まあ、みんなが分かるようにね。凶器の刃先が体内から見つかれば決定的な証拠になりますから。あー、ちょっと待って。あ、そうだよな、青影がやったって言えるよな。あなたの主張によれば凶器はザイモン検事の折れた剣だったはずですね。そうです。でもそれでは青影の仕業にはならないかもしれません。あの男を確実に追い詰めるためには彼のナイフの先が被害者の体内から見つかるのが一番だから。あんたが被害者の傷口に埋め込んだんですな。そうです。ナイフの刃をへし折って私は青影の犯罪を憎んでいたのです。うむ、あなたは現場に再興した。しかしその理由は妹さんを殺人者にしないためだったのでは。しつこいのですね、まだわからないのですか。妹は何もしてない、私はそれが言いたいだけ。そのためならばどんな罪も引き受けるつもりなのか。そんなお姉ちゃん、私を巻き込まないために。いずれにせよ私は検事として許されざることをしたのです。それはどんなことをしても償えることではありません。なるほどさん、お姉ちゃん嘘ついてます。あくまでも君をかばうつもりなんだ。捏造は自分一人でやったことだって。お姉ちゃんにそんなことできるはずがありません。とにかく巴さんに喋らせるしかない。それが嘘ならば矛盾が生まれる。あ、ってこと、どっかに嘘があったのか。ごめん、もう、読むことにし、読むことに気が引きすぎて、あんまり内容入ってねえわ。おそらく、これ、怪しいんじゃないかなって思うんだよな。もう一回見ていいかな。もう一回見てくるわ。いや、待てよ。私がやったことを、先を追って、埋め込み、死体を移動させました。たこ正しいのかな。これもないよな。ってなると、心臓一箇所、刃先が欠けた凶器が傷薬発見、1箇所、まあまあ、そっか1箇所。
ちょ待てよ。ちょ、もう一回見てくるわ。あ、てかここ見ればいいんだ。前回さっきナイフを刺した理由しか聞かなかったからさ、こっち聞こうぜ。あなたが現場を発見したとき、被害者の死体はどこに？あなたが立証した通り、ガント局長のデスク付近です。しかし、我々が死体を見つけ見たのは、あなたのデスクの近くだった。なぜその死体は移動されたのか。簡単なことです。その理由は？お、終わった。壺のかけらというのはやはり、ええ、人騒がせな壺のことです。青影の犯行に見えるために工作をするには死体を動かした方が作業がやりやすかったのです。ということは、あなたが死体を発見した時すでに壺は、ええ、もちろん割れていましたわ。現場の状況を見れば何があったかは明らかです。左衛門検事は命を落とし、青影も気絶していた。つまり壺は二人の格闘中に割れたことになるのです。あ、どうしたの、茜ちゃん。花壺が犯行の瞬間に割れた。そんなはずないと思うんです。なんとなくどうやらここに矛盾があるみたいだな。ここにあるのか。ちょっと待てよ。犯行の瞬間に割れたはずがないのです。犯行の瞬間に割れたはずがない。どこだ。犯行の瞬間に割れたはずないと思うんです。犯行の瞬間に割れたはずないと思うんです。犯行の瞬間に割れたはずないんです。これだと違うしな。これごめん、これは前の前の事件だから。犯行の瞬間に割れたはずがないんです。ガント局長のかけら、パンチはみんな消えかけた点なのに、この一枚だけ線になっていますよ。こういうことかな。でもとりあえず犯行が、だって犯行が起きた瞬間に割れたはずないと思うんですってことは、それが証明できないといけないから、まあ割れたは別関係ないしな。これ行ってみるか。頑張って発展させてもらおうかな。頑張って、なるほど君に語ってもらおうかな。あ、こう進んでんのか。あなたは罪を犯した。捏造ですか。今、その真相が暴かれたら、この2年間が無駄になる。ちょっと滑舌悪いかもな。それでも僕たちは追及しなければならない。あなたの証言に潜む大きな矛盾を。私の証言に矛盾が？あなたはこう、進んだな、よかった。あなたはこう証言しました。割れた壺のかけらが邪魔だったと。ええ。問題が？単純な見落としです。この壺には被害者の血でメッセージが残されていました。まあ繋がってないからおかしいってことか。左衛門刑事が最後の力を振り絞って書いたのでは。そう、その時点ですでに矛盾しているのです。はっ。被害者が壺にメッセージを書くことができたのであれば、そっか、巴さんが追加で刺すこと無理だもんな。
犯行、あ、そういうことね。ごめんなさい。犯行後、壺はまだ、そっか、割れてから書こうと思わないよな、普通に考えて。犯行後、壺はまだ割れていなかったことになる。あっ、そう、割れた壺に名前を書くのは不可能なのです。おっと、ともえさん、大丈夫か。裁判長、どうやら、さらなる情報が必要のようだ。その壺と血の模試。我々はとんでもない見落としをしていた可能性がある。とんでもない見落とし？まあ、差し替えられてる可能性あるからな、壺が。首席検事、どうやらあなた自身にもまだ見えていないようだ。これから我々がたどり着く真相に。え？あなたは見たことをそのまま証言すればよい。あとは我々が正しい道をたどるだろう。君なんか占いみたいな。言えるんか、あんた。だ、繋がってないその不自然さをね、どうにかして。だからもともと違う壺だったってことかな。壺のかけらに血の跡があるのはすぐに気がつきました。でも部屋は暗くて調べている時間はなかった。だから私、すべてのかけらの血の跡を拭き取ったのです。かけらは大きかったから見落としはありませんでした。見つかる前に消してしまおう、それだけを考えていました。見落としあるじゃん、一枚。何言ってんの？同じ証拠突きつけるぞ、お前。明らかに一枚だけ消えてないんだって。あの時の私は首席検事ではなかったのです。お姉ちゃん、真犯人が青影だとは思わなかったんだ。だから、壺の文字を消しちゃったんですね。うん。もう全て拭いたって部分じゃないの？それはおかしいって。一枚だけ明らかに違うんだって。配置揺さぶってみよう。やっぱり割れていたんですね、あの壺は。それまでに割れていないのが不思議なくらいでしたわね。おお、あなたの弁護並みに危なっかしい壺ですな。裁判長の判決ほどじゃないと思うぞ。証人、抜け目のないあなたのことだ。かけらに何が書いてあるか調べなかったのだろうか。確かにいつもの私ならそうしたでしょうね。で、繋がるわけね。じゃあかけらに茜と書かれていたことのことは？知りませんでした。もし知っていたら、かけらを踏みつぶして粉々にしていたでしょう。結構荒々しいね。やれやれ、助かったな。なんだか私ちょっと嬉しいです。確かにね、なんか意外とお姉ちゃんね、めちゃくちゃ守りに来てるよな、妹を。どうやらお姉さんとは仲直りできそうだね。とにかく一秒争う状況でした。誰かが現場に来れば証拠を消すチャンスも消える。あなたは行動を急いだんだろう。その通りです。あの時の私は証拠を隠滅することしか頭にありませんでした。なんということでしょう。テレテン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 、ビフォーアフターもう一回ないかな、テレビで。そんな前から見てたわけでもないけどさ。やっぱあのね、作りがいいよな。その行動が全てを物語っていますね。どういうことですかな。あなたが本当に犯人を青影だと思っていたのなら、かけらの血を消すはずがないのです。確かに矛盾だな、そういう意味では。あの状況で一体な、他に何ができたというの。お姉ちゃん、時間がなかった。とにかく私は全てのかけらを集めたのです。ここはあれしようね、ここがね。しかし部屋は停電中で暗かったはずでは。これでも腕利きの刑事たちと渡り合う立場にいるのです。小型のライトやカメラ、いつでも身につけています。私だってお風呂に入るときもこれだけは。私に見落としはありません。すべてのかけらを集めました。あんまり言わん方がいいぞ、お前。ぶつけちゃおうかな。
まあ、いいか、聞こうか。現場を不正に操作したのですね。その通りです。言い訳する気はありません。ごめんね、お姉ちゃん。私知らなくて。いつもひどいことばっかり言ってた。まだ遅くない。仲直りする時間ならたっぷりあるはずだ。この事件に全て決着がついたら。姉ちゃんの証言、矛盾が増えてきましたね。巴さんは必死に戦っているんだよ。君のため、ちょっとお前ら余裕出すなよ、お前。ちょっと巴さんで遊んでんじゃん。もうそこまで来るとさ。あ、巴さん頑張ってるね、っつって。そんな余裕見せんじゃねえよ、お前ら。矛盾が増えてきましたね、じゃないよ。余裕持ってんだよ。矛盾が増えてきましたね。いやいや、これは君のためだよ。そんなさ。これ行こうか。吹き落としがないんですよ、巴さん。しかもなんなら多分一番大きい欠片をね、吹いてなかったんですよね。きっとあなたも知らなかった事実があります。ん？この最後の欠片、ガンド局長の金庫から発見しました。局長の？どうしてそんなところに？やはり、巴さんは知らなかった。ちょっと時間いい感じだし、まあ、乗り越えたから、そこ一旦切ろうかな。まあ乗り越えたから、ここで一旦切るわ。じゃあ、あざした。